久しぶりのね動画なんだけど、俺の動画を待ってくれてる人がすごくたくさんいるなと思って嬉しかったし、コメントとかも全部読んでるんだけど、あのね嬉しいね。やっぱり特に俺の動画を見て動画を始めました、撮ってみましたっていう女の子がいて、そういうのがやっぱり一番嬉しいね。やっぱり俺もね、本当はもともと見るのが専門で、今でもね見る方が専門なんだけど、最近は特に好きなんだよね。やっぱりこの音フェチが、 ASMR が寝る前とかいつも見ててるしさ、あれ新しい人が音フェチデビューしたらすごくチェックしてるし、改めてね考えてみたんだけど、やっぱりね始めましたっていう人がいて、それがすっごく嬉しくて、俺としてもねやっぱりいろんな人の動画を見てみたいし、俺がまあこう俺の動画でもやっぱり見て、それをきっかけに始めてくれるっていうこのね、この感じがいいよね。この感じがいいし、俺としてもいろんな人の動画を見たくて、そういう人たちのねきっかけになってくれたら、俺としてもねほんといろんな音別動画が増えて嬉しいし、そんな感じだね。
味 ASMR っていうのアメリカなのかな。そのね、男の人の動画なんだけどね、で、まあでもね、あと本当のこと言うとね、今から2年前ぐらいか、この動画を始めて YouTube を始めて2、3ヶ月ごろの頃、2、3ヶ月目ぐらいの頃、登録者が1000人とかそれくらいだった頃かな、そのくらいだった頃、みたいなことや、なんか言ったら自信満々で言ったんだけど、趣味は YouTube で、なんか世界中を癒してみます、なんか言ったんかな、ちょっと忘れたけどさ、なんか YouTube やってるって言ったらさ、やたらみんなね、男女みんなドン引きだったんだよね。ドン引きでさ、すごい笑われてさ、俺なんか変なこと言ったかなとか思って、なんかすごい、まあ悔しかったんだよね。悔しかったから、絶対こいつら俺してやるとか思って、その保険能力にやってきたっていうのがあって、まあ今になったらね、もうその人たちとももう会うことがなかったから、まあ、二度と会うことがなかったから、なんで会うことがなかったからなかったかっていうと、それが最後だったからかな。合コンとかね、めちゃくちゃ好きなんだけど、なぜかこの音フェチとかにハマってから、なんかそういうことやってる時間が、なんか時間がもったいないっていう感覚、時間と金がもったいないから、俺は撮影機材とこの動画を作る時間に全てを費やしたいって思って、仲間とかもね全部切ってしまったからね、縁を、合コンしようぜって、まあ誘いはたまに来るけど、そういう時でも、いやちょっと今ね仕事が忙しいんだよね、してたらなんか友達がいなくなっちゃって、まあそれはそれでいいんだけどさ、でもそいつら俺3年後また会った時に見返してやろうとか思ったんだけど、絶対見返してやるぞとか思ったんだけど、でも二度と会うことがなかったっていうオチなんだよね。今頃その人たちね、言ってやりたいよ俺は。こんなにもね、みんな新しい動画出すといいねとかね、100件200件押して
最高だよね。もう愛してるよ。もうみんな愛してます。本当最高だよ。本当最近ね、あの2チャンネルとかでもね、なんか叩いてもらってるけど、最近知ったんだけどね、2チャンネルとかにもね、なんか俺出てんだよ。俺のスレッドが出てんだよ。だから俺も2チャンネルに話題が出るようになったら、まあそこそこ知名度出てきたかなって思うし、まあ俺もね、ちょっとなんか個性的すぎる動画を作ってるから、そういう風にアンチが少なからずいるんだろうと思うけど、でも俺はね、みんながやってる動画は嫌いだから、みんながやってることと同じことはしたくないから、やっぱりそこはね、個性を出していきたいなと思ってちょっと頑張ってる感じかな。ちょっと面白くしようと思ってる自分がいるんだよね。真面目な動画もたまに半分ぐらい、まああると思うけど、でもね、俺はどちらかというと真面目な方の人間じゃないから、やっぱり面白おかしくしたいっていうのがあって、どうもね、方向性が定まらないっていうか、まあしょうがないよね。でもね、もともとね、出たがりな、なんか目立ちたがり屋の人しか YouTube ってやらないだろうし、やっぱり個性強いからこそね、ここまで3万人っていうね、登録者もできたんだろうし、やっぱりね、人間周りと一緒じゃダメだなって思うんだよ。周りと同じねことをやっても注目されないと思うから、いろんなね、学校でもさ、社会人になってからでもさ、まあ学校で言うと、学校で言うとね、例えばすっげえ頭が良かったりとか、例えばすっごいスポーツができてできたりとか、遅刻常習犯だったりとか、そういうやっぱりね、個性があるとさ、なんか一目置かれるっていうのがあるからね。そうだな、学校でね、一番いいのはでもね、あれだよ、男なら例えばすっげえクラス全員の女子の LINE アドレスを知っている男子とか言ったら、もう最強じゃん。超人気出ると思うよそれ。いや、それは最高だよね。男からも絶大な人気があるだろうし、女から見たらどうなのかな。まあそれは分かんないけどね。やっぱりね、個性だよ、そういうのもね。
事っていうことで、じゃあこの辺で今日は、じゃあまたよろしくお願いいたします。おやすみ。